つぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。何をおかしな。教えてくれ。流線詣での都市であろう。流線詣、3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。
皮膚傷とはよく言ったものよ。景気中は。旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ、ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。こそこそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか？誰ですか？族ではない。あなたは若様の、はあ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。
承知。お主、若様の忍びじゃな。ああ、肝心な時におらぬ、とんだ役立たずめ。いや、もしやお主賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。どうか動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。無理です。この傷ではとても。次はこのお堂ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば呪造様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。戻ったか。あれは夢なのか、それとも誠にあったことなのか。さてな、夢かうつつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。お前さんがどう思い、どう覚えていたか、すべてはそれ次第じゃ。見るものすべてが正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。
った。久しくらいなら貸してやろう。
上。うお前か。不覚を取った。このわしも置いたものだ。手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命落としてお守りするのじゃ。うん、父上。ことの狼ならば、己の牙の使い道は己で決める。そうした顔になったようじゃな。ではな。
くらいなら貸してやろう。この基地によくぞ参じたのう。はぐれ忍びも捨てたものではないわ。わしは若様を、九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬわ。共に参れ。うおいやいや、我こそは野上玄斎、国取り戦の足ら衆が一人よ。
題には答えるわい。先に行け。私は恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止め殿、止め殿。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。フクロウのせがれよ。お蝶殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。やろうか、せがれ殿。お嬢殿。さあな、窓はわしぬぞ。
やるじゃないか、せがれ殿。どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己のうちに留めておくもんじゃ。武士殿はそこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようとも、それしか見え。一面の、アシナを焼き尽くすような、炎。それは、この話は、しまいじゃ。ではな。また、久しくらいなら貸してやろう。フクロウ殿が持っていた鈴、あなたにどのようなものを見せるかはわかりません。どうかお気をつけて。狼殿。では、また。話が違うではないか。お主、何故生きている。まあいい。始末すれば、辻褄も合うというものよ。
屋敷は今頃火の海よ。ああ、抜け出してくるとしたらこの隠し洞穴に違えねえ。重蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってるさ。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。平田屋敷、存外にたやすかったな。フクロウの手引きもなかなかのものではないか。俺はつかねえな。あのじじいはどうにもうさんくせえや。だが、あれは下道、土下道だぜ、マサナリさんよ。まあ我慢しろ。いかに企もうと、朝鮮は田舎のはぐれ忍び、何ができることもあるまい。で、俺は銭と酒さえ都合してもらえりゃ文句はねえぞ。
で拾った飢えた狼がよもやここまでになるとはな。父上、まこと惜しい。だが切るぞ。Thank you.
せがれに破れるか。存外に心地よいものだ。少し空気が変わったようじゃな。何か大きなものを超えてきたと見える。お前さん、せいぜい気張りな。手に入れた。それが常桜の花。ああ、確かに間違いありません。うん。少し顔を見せてください。何かあったのですね。これで巫女様の人帰りが叶う。なすべきことをなすだけだ。わかりました。どうか武運を。狼殿。ではまた。どうか無事で。おう、狼か。大事ないか。は。そうじゃ、これをそなたに。竜の涙、必ず手に入れてまいります。あ、頼む狼。行くか狼よ、頼んだぞ。